三尾国造三尾国造9月29日から1966年7月1日は、明治末から昭和期の美術賞、政治家、衆議院議員、別名、春海熊さん。和歌山県和歌山市新堀北の日の戸で、酒造業、大野屋、三尾彦右衛門の次男として生まれる。家業の経営が思わしくなく10歳で、大阪の美術骨董賞、春海商店に入店し、 1912年春、海藤二郎が死去したため経営を継承し、春海熊さんの名義を用いた。1919年経営形態を株式会社に変更し、専務取締役に就任した。三井、岩崎、久原などの財閥家を顧客として店を発展させた。1920年欧米へ美術調査視察旅行を行った。また、 1927年海外経済調査委員、久原ふさのに随行して、欧米を再訪した。1930年2月、第17回衆議院議員総選挙に、立憲声優会所属で、和歌山県第2区から出馬して当選し、以後、第19回総選挙まで再選され、衆議院議員に連続3期在任した。この間、 議員の歳費をすべて国防基金への寄付、選挙区の休民議員金などに用いた。その他、日本美術社長、和歌山商業学校理事長、南紀美術館館長、和歌山三尾高等学校理事長などを務めた。また、美術新聞、美術の国を発刊した。ありがとうございます。